母さんが孫の顔が見られないなら離婚してくれって言ってたんだ。本当はこんなこと言いたくない。だがお前が俺をそうさせたんだ。そっか。もういいわ。今すぐ出ていくよ。バッグに貴重品を詰め、リビングから飛び出す。アパートを出る直前に達也が義母に電話していた。母さん、これで終わったよ。ついに愛人と再婚するよ。すぐ孫の顔を見せるから待っててね。私がまだいるというのに我慢できないのだろうか。さっさと別れてこいつよりも幸せにならなきゃ意味がない。絶対に見返してやる。私の名前は香織。夫の達也とは結婚して10年が経つ。私たち夫婦は不妊の問題に直面していた。達也とは私が友人と一緒に訪れたバーで出会った。彼はそのバーの常連客で、私たちがたまたまカウンターに座ったことがきっかけだった。店員を交えながらお互いに話をしているうちに、共通の趣味が多いことが分かり、次第に連絡を取り合うようになった。最初は友人として過ごしていたが、一緒にいる時間が増えるにつれて、互いに強い魅力を感じるようになった。彼はとても優しく、私の話に真剣に耳を傾けてくれる。そんな彼の真面目さや誠実さに、私はどんどん心が惹かれていった。ある日、達也が私に告白してくれた。彼の真剣な気持ちに応える形で、私たちは交際をスタートさせた。デートを重ねるうちに、私たちの絆はますます深まっていったと思う。彼は私にとって頼りがいのあるパートナーであり、人生を共に歩むことができると確信した。そして交際から2年後、達也がプロポーズしてくれた。彼の真剣な瞳を見て、私も思わず、はいと答えた。私たちは家族や友人に祝福され、晴れて結婚することになった。それから夫婦でいろいろと出来事に直面しながらも、なんとか10年ほど結婚生活を続けてきた。ずっと幸せという形ではなかったが、それなりに楽しい日々を過ごせていたような気がする。ここまでに、私たちは多くの困難を乗り越えてきた。例えば、不妊の問題もその一つだ。私たちはなかなか子供ができず、大いに悩んだ。それでも何度も夫婦で話し合い、前向きに生きてきたつもりだ。ぶつかることも多かったし、いろいろと理不尽な思いもしてきた。達也との出会いから結婚に至るまでの道のりは決して平坦ではなかったが、彼と一緒にいることで私は強くなれたと感じている。もう10年も結婚生活を続けているし、こういう形の愛もあるのではないかと自分に言い聞かせていた。だがそんな中、思いもよらない出来事が起きた。それは、ある日のこと。いきなり達也が話があると言って、私を居間に呼んだ。どうしたの？改まって。話って何？いつもと違う真剣な顔に、私は何か重大なことを知らされるのかと緊張した。もしかしてリストラ？それとも、重い病気？どちらだろうと不安になっていると、答えはどちらでもなかった。香織、俺たち離婚しようか。え、離婚？突然何？脈絡もなく、いきなり何言ってるの？
いきなりじゃない。最近ずっと真剣に考えていたんだ。香織とこのまま一緒にいても、俺や母さんが幸せになれるとは到底思えない。こんな関係がずるずる続くなら、早く離婚した方がマシだと思ってる。また、母さんって。なんで私たちの問題にお母さんを絡めるの？どうせ今回の離婚宣言だって、達也の意思じゃなくて、お母さんが勝手に決めたことでしょ。きっと、子供ができないなら離婚しろって言わされてるんでしょ。本当は香織には言わなくていいと思ってたんだけどな。母さんが孫の顔が見られないなら離婚してくれって言ってたんだ。ほら、やっぱりそうじゃない。自分からそんなこと言うわけないもんね。いつもお母さんの言うことに従って自分ってものがないの？どうしてこんな人と結婚したんだろう。ねえ達也、それってお母さんが言ってるだけで、本当はあなたはそう思っていないんじゃないの？なんでそういうふうに考えるの？直感でそう思っただけ。もしあなたがお母さんの言う通りに動いているだけなら離婚しないよ。自身が本心から離婚したいと思ってるなら、それはまた別の話だけど。勘違いするなよ。俺自身も離婚したいと思ってる。ならなぜ今までずっと結婚生活を続けてきたの？私と結婚して10年も経ってるっていうのに。今まで私と別れる機会はいくらでもあったはずよ。どうして今になって離婚を急ぐ必要があるの？それは。何？俺には愛人ができたんだ。お前とは違ってずっと守りたいと思える女性がいるんだ。はあ、やっぱりそうだったんだね。最近なんとなく怪しいと感じてたけど、本当に愛人ができてたなんてね。まさか浮気されるだなんて思ってなかったよ。それで私と離婚してその人と再婚したいからって、早く離婚届を書けと。ああ、そういうことだな。それってさ、かなり自分勝手だと思わない？自分が正しいとでも思ってるの？正しいとは思ってないけど、好きになってしまったんだから仕方ないだろ。今さら、ユーナのことを嫌いにはなれないからな。そう。ユーナって言うんだ。っていうか、私たちまだ法的には夫婦だよね。それなのに平気で浮気相手の名前を出して、そんな堂々として最低だね。だけどこれで私の未練も何もかも消えたよ。これ以上私が止めようとしても何も変わらないだろうし、あなたが考え直すことを期待しても無駄だろうし、その浮気相手のユーナさんを呼んで話し合うなんて彼女にも酷だしね。ああ、そりゃそうだ。どうしてユーナと話さなきゃならないんだ。ユーナはまだ25歳で、35歳のお前とは違って未熟だからな。あら、随分と若い子を捕まえたわね。私を見下してるけど、あなただってもう35歳じゃない。結婚して10年。付き合っていた頃を入れたら12年。そんなにも長く一緒にいて、こんなあっけない終わりを迎えるだなんて。私、どうしてこんな男と結婚したんだろうか。昔はかっこよく見えたけど、最近は太ってて、言動も押し付けがましい。自分が正しいと思い込んで、私をダメだと思わせようとするモラハラ夫だ。そうだね。じゃあユーナさんと話すのは諦めるわ。お母さんも私たちが一緒にいるのを反対してるんだし、あなたたちの言う通りにするわ。これで私たちは他人同士よ。本当は他にも話があったんだけど、もう仕方ないね。達也が用意した離婚届にサインし、ハンコを押した。
結婚するときは相当な覚悟が必要だったが、別れるときは案外あっけなかった。よし、これで問題なしだな。明日の朝一番に離婚届を出してくる。お前もそのつもりでいてくれ。うん、分かった。離婚届も書いたし、すでに心の中ではもう赤の他人の気分よ。10年間ありがとうね。いい感じに話をまとめようとするな。俺にとってこの10年間、苦痛の方が多かったんだ。はい？苦痛？それってどういう意味？あなた何を言いたいの？この10年間、俺と母さんは子供の顔が見たいと願ってた。それなのにお前は全く妊娠しないし、仕事を辞める気もない。そんな状態でどうやって幸せだと感じられる？苦痛以外の何者でもないよ。そっか。それが本音だったんだね。じゃあ達也も私を見下してたんだね。ああ、そうだ。いつか理解し合えると思ってたけど、お前は先に老け込んだからな。若くて可愛い新しい嫁ができた以上、もうお前は必要ない。子供もできない失敗作は早く出て行ってくれ。10年も一緒にいた人に、こんなこと平気で言える人間だったんだ。本当はこんなこと言いたくない。だが、お前が俺をそうさせたんだ。そっか。もういいわ。今すぐ出ていくよ。バッグに貴重品を詰め、リビングから飛び出す。アパートを出る直前に、達也が義母に電話していた。母さん、これで終わったよ。ついに愛人と再婚するよ。すぐ孫の顔を見せるから、待っててね。私がまだいるというのに我慢できないのだろうか。さっさと別れて、こいつよりも幸せにならなきゃ意味がない。絶対に見返してやる。そう心に決め、10年間過ごしたアパートを後にし、実家へ戻った。その後、達也とは財産分与と慰謝料を清算し、関係は完全に終わった。しかしそれから6年が経った頃、突然母から電話がかかってきた。お母さん、どうしたの？それが、達也さんと彼のお母さんがいきなり押しかけてきて。はあ？なぜいきなり達也とお母さんが実家に来るの？もう完全に関係は切れたと思ってたのに、一体どういうつもり？わからないわよ。でもいきなり来てるの。急いで実家に戻らないと、母にも迷惑がかかる。車を走らせて実家に着いたら、リビングに達也と義母が座っていた。私を見つけると、達也が立ち上がった。おう、ガオリ、久しぶりだな。元気だったか？ええ、久しぶりね。元気だったわ。あなたたちと離れていたからこそ元気だったんだけどね。多分一緒にいたらきっと心が病んでいたでしょうね。おい、6年ぶりに会ってその冷たさはなんだよ。あの頃はまだ若くて、俺は自分の欲望を追い求めがちだったんだ。若かったって、その時でもう35歳だったじゃない。四捨五入したら40歳よ。不倫相手の若さを理由にして浮気し、私を追い出したんだから、その言い訳は通用しないわ。あの時、あなたは本気で私を追い出そうとしてた。それに慰謝料ももらってるし、私たちの関係はもう終わってるでしょ。どうして今になって現れるの？もう顔なんて見たくなかったのに、本当に最悪だわ。ちょっと、あんた嫁のくせに言い過ぎよ。あなたのその高慢な態度がいつも嫌いだったのよ。それに比べてユーナさんはとてもおとなしくていい子だったわ。元嫁ですけどね。それにそれならそのユーナさんと仲良くしてればいいじゃない。私のことが嫌なくせに、何のよ。実家まで押しかけてきて、迷惑極まりないわ。大した話がないなら早く出て行ってくれる？
あんたね、何言ってんのよ。自分が何を言ってんのか分かってる？年上を敬うってことを知らないの？敬える人かどうかってことは大事だと思いますけど、少なくとも私はあなたを敬えません。その態度は何なの？いい加減にしなさい。ちょっと待って、二人とも。そんなにヒートアップしないでくれよ。香織、今日ここに来たのは、君の子供のことで話があるんだ。は？私の子供に何の用？あなたには関係ないでしょ。もうくだらないことを話してる時間はないから、帰って、顔も見たくないの。何よ、その態度。こっちが気を使って話してるってのに、そんなに威張らないで。まだ達也が話してるんだから、ちゃんと聞きなさい。私の大事な息子に対してその態度は何？その言葉、そのまま返しますわ。あなたたちも私の大切な娘にどうしてそんな言い方ができるんですか？それも今に始まったことじゃない。娘があなたの息子と過ごした期間もひどいものだった。もっと早くに娘を離婚させるべきだった。あなた同じ母親として最低ですよ。一体何を考えて嫁いびりなんてしたの？何を言ってんの？私に文句があんの？はっ、普通の女が私に勝てるとでも思ってんの？それなら本当に親子揃って愚か者ね。ちょっと、今は母親同士の争いはやめてくれ。今、俺は香織と話してるんだ。お母さん、私のことをかばってくれてありがとう。だけど今は達也の話を聞きたいわ。達也のお母さんにはもちろん悪口を言われる筋合いはないし、私もこの人のことは許してないから。香織が黙ってろと言うならそうするよ。私は黙らないわよ、この生意気な女が。ごめん母さん、少しだけ黙っててくれ。香織にちゃんと話をしないと。どうして私の息子のことを知ってるのか、はっきりさせないと。仕方ないわね。ありがとう。それでその息子、今6歳で小学1年生だよね。ええ。無事に元気に成長してくれてる。まだまだ油断はできないけど。そうか。それはいいことだ。それで、その子がもしかして俺の子供かもしれないんじゃないかと思ってるんだ。はあ？それを聞いてどうしたいの？何をするつもり？何をしたいってわけじゃなく、ただ事実を確認したいんだ。俺と別れた直後に誰かと子供ができたとは考えにくいから。何それ？私がモテないって言いたいの？自分は妻がいるのに他の女を作ったことを肯定したいの？モテてたから仕方ないとでも言いたいわけ？いや、そういうわけじゃないんだ。香織はいつも俺のことを考えてくれてたから、そんなにすぐに他の人とってのは考えづらいなって思ってしまって。それはあなたの勝手な思い込みでしょ。私だって気になればすぐに他の人を見つけることぐらいできるわ。はあ？なんて不適切な発言をするんだ。自分を軽く見せてどうする？そんな話はしてないでしょ。あなたには関係ないことだから黙ってて。まあいいけど、見れば見るほどあの子は俺に似てる。だから俺の子だろう。見れば見るほどって何よ。直接会ったことないでしょ。その時私はピンときた。ああ、なるほどね。どうして息子のことを知ってるのか気になってたけど、私の SNS をチェックしたってこと？それで自分の子供かもしれないと思ってわざわざここまで来たわけね。ああ、そうだよ。 SNS でその動画を見たとき本当に驚いたんだ。だって俺にそっくりだったんだから。そして母親が香織だと分かって、これは間違いなく俺の子だと確信したんだ。その動画を見てからもう落ち着いていられなくて、こうして会いに来たんだ。それで、俺の子供はどこにいるの？会わせてくれないか？あなた、自分がどれだけわがままなことを言ってるか自覚してる？え？いや、父親が自分の子供に会いたがるのは普通のことだろう。香織は父親と子供を引き離すのがいいとでも思ってんの？
そんな極端な話をしてるんじゃないけど、まあいいわ。一旦その子があなたの子供だと認めるよ。事実だし、変えられないことだから。 DNA 検査はしてないけど、間違いなくあなたの子よ。私はあなたと違って、結婚してる間に浮気なんてしていないから。まったく、本当になぜこの女は余計なことまで言うんだろうね。全く魅力がないわ。ただ息子が父親だって認めるだけでいいのに。ここに来る前はもしかしたらやり直せるかもしれないと思ってたけど、もうやめましょう。安心してください。あなたたちに何か言われなくても絶対に復縁する気はないから。どうせあなたたちにはユーナさんがいるんでしょ。私が家を出た時にすぐに孫の顔を見せると言ってたし、愛らしい孫に囲まれて幸せに違いないじゃない。母さん、勝手なことを言って話を複雑にするなって。これは俺と香織の間の話だから黙っててくれ。母さんが口を挟むとことがこじれるって出かける前に話したろ。なぜそんな簡単な約束も守れないんだ。そうは言うけれど、私はずっとこの女が嫌いだったんだよ。達也の息子が優秀だと聞いてうちに連れて帰ろうと思っただけなんだよ。それってそういう意図でわざわざここに来たってこと？ああ、そうなんだけど、いや、ちょっと香織、落ち着いてくれよ。子供を連れて帰るだなんて言われて冷静でいられると思ってるの？もう信じられないわ。すぐにお引き取りください。確かにあの子はあなたの息子かもしれないけど、認知はされてないでしょ。つまり、戸籍上もあなたの子供ではないから、渡すつもりはないわ。いや、今からでも認知するから、お願いだから許してくれ。あの子は俺の子だろ。あんなに俺に似てるんだ。放っておけるわけがないだろ。だから、その子の親権を俺にくれ。馬鹿げてるわ。簡単に私を捨てたあなたに、何の権限があると思うの？もうあなたを信じる気はないし、一生あなたの顔を見たくないと思って生きてきたの。父親がいるなんてこと、子供にも伝えてないし。だからお願いだからここから消えて。あなたの顔を見ると嫌な思い出が蘇るの。もう6年前のことで十分だったはずでしょ。感情的になりながら叫ぶと、さすがの達也も黙ってしまった。少し言い過ぎたかと思った瞬間、達也が声を荒げた。黙って聞いてれば消えろだなんてふざけんな。女のくせに調子に乗んな。俺はな、お前がまともな生活を送れてないと思って心配して言ってんだよ。どうして俺の気持ちが理解できないんだ。はあ？大声を出せば私が従うとでも？違うわ。私はもうあなたに屈しない。あなたと過ごした10年間でどれだけひどい目に遭ったか。私だって強くなったし、もう昔の私じゃないの。子供のためにも戦うわ。あなたに屈して意見を曲げたら子供に顔向けできない。お前の都合なんて聞いてないんだよ。あの子は間違いなく俺の息子だ。俺にそっくりで優秀だからな。男の子だし、父親がいた方がいいに決まってる。母親には言えないことも父親なら話せるからな。お前じゃその優秀な息子をダメにするだけだ。ねえ、その言葉。あなたを一人で育て上げたあなたの母親にも刺さると思うけど、自分の母親を悪く言ってるって気づいてる？心配しなくていいわよ。達也と私は心がつながってるんだもの。彼が何を考えてるか私にはよくわかるのよ。私とあなたは違うわ。あなたみたいなダメな母親ではないんだから、一緒にしないで。そうですか。でもそんな言葉で私が引き下がるとでも？あなたが育てれば子供がもっと優秀になると思ってるの？私にはそうは思えないわ。むしろ悪影響を与えそう。何を抜かしてんだ。明らかにお前よりも俺がいる方が子供にはいいだろう。自分のエゴで子供の未来を潰して楽しいのか？エゴだとか好きに言うといいわ。でも私はそういう意見だから、あなたには絶対に任せられない。あなたみたいな人に息子を任せたら私は自分を許せなくなる。だから絶対にあなたと息子を会わせることはない。息子を守ると決めているの。うるさい、黙れ。
お前に息子の何がわかるってんだ。たった6年間母親をやったくらいで何様のつもりだ。育児ならうちの母さんの方が経験もあるし上手だ。そう、私にはそう思えないけど。ああ、でもマザコン製造機としてはマスタークラスにいるんじゃないかしら。なんですって、その言葉侮辱と取ってもいいかしら。好きに解釈してくれて構いませんよ。それが事実ですからね。私は達也のマザコン癖にずっと苦しめられてきました。離婚届にサインしたその日まで妊娠を伝えずに別れたんです。マザコンの夫に悩まされ続けるくらいなら一人で子供を育てた方がマシだと思ったので。その判断は間違っていなかったと思います。実家に頼らずに一人で子育てして大変だったけど、母がいてくれたし行政の支援もあった。その結果あなたたちが羨むような立派な子に育ったんだから。それがどうしたって言うんだ。あの子が優秀なのは俺の遺伝子があったからだ。なんでお前一人の功績のように言うんだ。確かに優秀な遺伝子が必要だったかもしれないけど、あの子は自分で努力してきたんだよ。保育園の頃から毎日コツコツと勉強し絵を描いていた。その努力があって今の息子がいるの。それをただ遺伝子が優秀だったからと片付けないで。何を言ってんだよ。努力も才能の一部だろ。全ては俺から受け継いだものなんだ。お前は昔からすぐに逃げる臆病者だった。だからユーナという浮気相手とも戦わずに逃げ出したんだろ。本当に息子がお前のようにならなくてよかったよ。そうかもしれないね。でも話は変わるけど、あなたとユーナさんの子供はどうなの？あなたに似てマザコンで母親思いってわけ。今そういう話はしてないだろ。答えてよ。あなたと不倫相手の子が優秀ならなぜうちの子に固執するの？自分たちの子供を大切に育てればいいじゃない。まったくうるさい女だね。ユーナさんのように従順でいい女は他にいなかった。あんたにユーナさんほどの素直さがあれば離婚する必要もなかったんだからな。母さん、何勝手に話を進めてるんだ。今それを言う必要があるか。ここで隠しても無駄だよ。この女は絶対に子供を渡さないつもりだから、少しでも強く出るしかないんだ。話さないでおこうと思ったけど、もう隠す意味もないよ。ユーナさんが産んだ子供は失敗作だったんだ。失敗作？とんでもない問題児だったんだよ。幼稚園で他の子に手を挙げて怪我させたり、すぐ物を壊したり。だから何度も私や達也は学校に呼ばれた。ユーナは行きたがらないし、達也も仕事があるから私ばっかりが行く羽目になる。孫を甘やかすつもりだったのに、なぜ私が叱る必要があるんだい。それは全部母親の役目だというのに、ユーナが甘やかしすぎるから子供を台無しにしたんだ。それだけで子供を失敗作だというの？だってそうでしょ。これほど手をかけさせられる子供なんて失敗作としか言いようがない。私はただ孫を可愛がる優しいおばあちゃんになるつもりだったのに、こんな事態になるとは思わなかったわ。こんなことならあんたの態度に我慢してあの優秀な子を引き取ればよかった。ふざけるのもいい加減にしてください。あらあら、驚いたわ。いきなり大きな声は出さないでよ。心臓に悪いわ。問題児なの、失敗作なの、子供を何だと思ってるんですか。あなたや達也は生まれた瞬間から手のかからない子供だったわけ。そんなわけないでしょ。きっといろいろなことがあって乗り越えて、そこから学んで成長するんでしょう。確かに性格の違いはあるかもしれない。でもそれを子供の価値を決める指標にしてはいけないでしょう。なんでそんなに急に興奮するの。自分の意見が通らないからって怒らないでよね。とにかくあなたの子は達也の子であるんだから、貧しい家庭で育てるよりこちらでしっかり教育を受けさせた方がいいわ。それが子供のためにもなるし、私たちもやりがいがあるから。それでもし私の子を引き取ったら、ユーナさんとその子供はどうするつもり？それはあなたが心配することじゃないでしょ。そもそもユーナさんはあなたにとって敵でしょ。心配する必要なし。
ゆうなさんたちはもう用済みだから、勝手にどこかへ行くでしょ。それ以降は私たちには関係ないから。本当にあなたたちってどうしようもないですね。すぐにここから出て行ってください。ああ？あなた話聞いてた。私たちはあなたから子供を引き取るまで帰らないわ。これは我が家の存続に関わる重大な問題なの。あなたの感情だけで決めることではないの。とりあえず、私たちの子に合わせて、私が話をつけるから。すぐに問題児扱いして、個性を認めない人に子供を任せるわけにはいかないわ。どうか早く帰ってください。そろそろ息子も帰ってくるので。何？子供だけが私たちに引き取られるのが気に入らないの？それなら構わないわよ。あなたもうちの戸籍に入っても。ただし、仕事は辞めないでね。それが条件。しっかり生活費を入れることよ。いいえ、結構です。私が稼いだお金は自分の子供のために使いますから。だから、それじゃまともに生活できないよね。子供に貧しい思いをさせて平気なの。そんな自分勝手な都合に振り回されたら子供がかわいそうだと思わない。やっぱりあんたみたいな人には任せられないわ。早く親権を渡しなさい。達也と DNA 鑑定をして親子関係が証明されれば、達也にも権利があるでしょう。そんなことさせるわけないでしょ。もうあなたたちとは関わりたくないの。それに、息子はもう再婚相手と特別養子縁組をしてるから、あなたたちとは完全に縁が切れているんだよ。あ？再婚したって。お前、俺と別れてから他の男を見つけてたのか。まるで悪いことをしたような言い方しないで。今の夫とは仕事を通じて知り合ったのよ。彼は私の全てを理解して受け入れてくれたわ。息子のことも本当の子供のように可愛がってくれているし、おかげで弟もできてとても楽しく暮らしているわ。それを壊そうとするなんて、あなたたちがどれだけひどいことをしてるかわからないの。まさか、お前がそんな女だったとは思わなかったよ。別れた後も、ずっと俺のことを愛してると思ってた。笑わせないでくれる？それはあなたが勝手に思い込んでただけでしょ。私のせいにしないで。私がそう言うと、達也は突然私の距離を詰めて肩を揺さぶった。ちょっと、何をするの？危ないから離して。香織、頼むから戻ってきてくれ。ユナと一緒になると、俺の子じゃない子を育てることになる。どういう意味？何を言いたいの？あいつはとんでもない問題児だから、絶対に俺の子のはずがない。もしかしたら、他の男の子かもしれないんだ。それだけで他人の子供扱い。最低だね。それなら DNA 鑑定すればいいじゃない。それであなたの子じゃなかったら追い出せばいいじゃない。いずれにしろ、私とはもう関係ないことだから、とにかく離れて。その瞬間、達也は私の肩を強く押した。突然のことで床に腰を打ってしまった。いった！何してるの？お母さん、警察を呼んで、この人たちは危険すぎるわ。待ってくれよ。今のはついカッとなってしまったんだ。本心から香織のことは大切に思っているんだ。離れてみて、香織がどれだけ俺を思ってくれていたかがよく分かったんだ。だから頼む。もう一度やり直そうよ。心からそう願っている。もういい加減にしてよ。あなたはずっと自分の責任から逃げてるだけ。そんな人に同情するとでも？あなたたちを不法侵入と暴行で訴えるから、覚悟しててね。ちょっと冗談じゃないよ。うちの達也を訴えるだなんて本気？当たり前でしょ。身の危険も感じてるわ。ちなみにこの会話、全部録音してるからね。これをもって弁護士に相談するから、逃げられないからね。まさか。すると、母が連絡した警察がすぐに駆けつけてくれた。そして、二人を連れて行った。本当は訴えるつもりだったけど、話し合いの結果、示談にすることにした。ユーナさんとその子供には気の毒だけど、もともと不倫をするような女性だし、
同情はしなくていいかと思った。結局、ユーナは子供を連れて達也の元を去ったそうだ。養育費も求めているため、達也は支払いで苦労しているらしい。私は実家の母が一人暮らしなので、一緒に暮らすことにした。そして、二世帯の家を購入し、引っ越した。今の夫と母もうまくやってくれていて、達也から隠れることができている。新しい生活は順調で、家族との時間が私にとって大きな癒しとなっている。特に今の夫とは出会った頃から本当にいい関係を築いてきた。彼とは仕事を通じて知り合い、私の過去や現在の状況をすべて理解して受け入れてくれた。彼は優しくて思いやりがあり、私と母、そして息子の良太に対しても非常に誠実だ。良太も新しい環境で弟ができたことを喜び、毎日楽しそうに過ごしている。彼の成長を見守ることが私にとって最大の幸せだ。息子たちの笑顔を見るたびに、これまでの苦労が報われる気がする。母も元気で、孫たちとの時間を大切にしている。彼女のサポートもあり、私は安心して働くことができる。家族全員が健康で幸せに過ごせることに日々感謝している。これからも家族と共に幸せな日々を積み重ねていきたい。過去の出来事にとらわれず、前向きに生きていくことが私たち家族の幸せにつながると信じている。新しい生活の中で、私はようやく心から安らぎを感じることができるようになった。これからも家族と共に穏やかな日々を過ごしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。同僚が事故に遭って亡くなったそうなんだ。え？そうなの？葬儀が行われるからすぐに行ってくる。わかった。夫の慌てようは尋常じゃなかった。なんだか怪しいと思った私は夫の後を追うことに。そこで私は驚きの事実を知ることになる。一体これはどういうこと？待ってくれ。これには訳が。たしろぐ夫。あんたのことは私が社会的に消してやるから覚悟しておいてね。私の名前はみゆき、34歳の会社員だ。夫の光一とは結婚して3年になる。私たちの出会いは大学時代のことだった。同じサークルに入っていた私たちは彼から猛アタックをされたことで交際が始まった。それから社会人になっても交際を続けていたのだが、ある日彼の浮気が発覚したことで一度別れた。その時は本当にショックで怒りでいっぱいだった。感情的になり、ものすごい勢いで彼に怒鳴り散らして破局になったのを覚えている。交際を始めて3年も経っていたし、彼のことが大好きで結婚まで考えていたから、私は本当に傷ついた。その後、私は取り憑かれたように仕事に打ち込んだ。そして仕事で結果を出し、どんどん昇進していった。その間に恋愛をしたこともあったが、あまり長くは続かなかった。どうしても光一と付き合っていた頃のことを思い出してしまうのだ。彼の浮気が許せず、私たちは破局したが、それでも一番好きだと言えるのは彼だった。もう会うことはないだろうし、今何をしているかもわからない。そんなことを考えていた時、私は偶然にも仕事で彼と再会した。他社との合同プロジェクトで私はリーダーを務めることになり、その取引先に出向いたところ、相手のリーダーがなんと光一だったのだ。まさか光一とこんなところで会うなんてね。いつの間に転職してたの？まあ、いろいろあってな。でも、ステップアップできたし、思い切って転職をしてよかったよ。こうしてみゆきと、また出会えたしね。え？俺、ずっとみゆきと付き合っていた時のことを考えていたんだ。ちょっとそうやってまたすぐ口説こうとして。いや、そういうんじゃないんだ。ただ、すごく後悔してる。ちゃんと謝ってこなかったことも。本当に、ごめん。光一。
彼は昔と違って頼りがいがある立派な男性になっていた。まあこうやって仕事でも結果を出しているのだから心を入れ替えて真っ当に生きているのだろう。実際にプロジェクトが始まってからも彼はすごく一生懸命に働いていた。周りの人たちの心のケアもしっかりしていたし、とても頼りになった。そしてプロジェクトは大成功。私たちは二人で喜びを分かち合った。その後、私たちは久しぶりに二人で飲みに行った。純粋にプロジェクトが成功したことのお祝いもしたかったし、私は彼にまた惹かれていた。それから私たちは定期的に仕事後に会うようになった。そして彼から告白をされて付き合うことに。一度は別れたが、それでもまたこうして復縁することになり、私は嬉しかった。やっぱり彼といると私は素でいられるようだ。そして彼は昔と違って本当に精神的に大人になっていた。デートをしていても、一緒に食事をしても、会話の端々に大人びた雰囲気を感じる。やっぱり人は成長し大人になっていくんだなと思った。それから順調に交際を続けていった私たち。交際を始めてから2年が経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。俺はあの時みゆきと再会できたことはやっぱり運命の相手なんだと思う。俺はもうみゆきのことを絶対に手放さない。だから俺と結婚してくれ。そう言って指輪を渡してきた光一。私は彼からプロポーズされてとても嬉しかった。私も光一と結婚したいと思ってた。これからよろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。私は彼との結婚が決まって本当に嬉しかった。私も彼が運命の相手だと実は思っていた。これから彼と温かく幸せな家庭を築いていきたい、そのように思った。それからお互いの両親への挨拶を終え、顔合わせも済ませて結婚式を挙げた。たくさんの友人たちや職場の人たち、また大学時代の同級生や先輩後輩方も来てくれて、みんな私たちの結婚を祝福してくれた。その後、私たちは新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。新婚生活はとても幸せだった。夫は私を大事にしてくれて、とてもよく尽くしてくれる。彼と結婚して本当に良かったなと思った。その後も順調に結婚生活を送っていた私たち。気がつけば、あっという間に3年の月日が流れていた。3年が経っても私は幸せを感じられている。そしてさらに、私たちにとってとても嬉しいことが起きた。それは私の妊娠だ。結婚してから私と夫はいつか子供ができたらいいねと話していたので、妊娠が分かって本当に嬉しかった。その後、私はお腹が大きくなってきた頃に産休を取った。そしてこれから生まれてくる我が子を心待ちにしながら、私はゆっくり家で休んでいた。夫も私の体調を気遣ってくれて、二人で出産に向けていろいろと準備をしていた。生まれてくる子供は男の子かな、女の子かな。うん、どっちだろうな。俺は男の子がいいな。それでキャッチボールを一緒にしたいな。女の子だったらどうするの？そうだな、何でも買ってあげちゃうだろうな。それはダメよ、わがままな子になっちゃうわ。そうか、確かに。そうだよ、でも女の子なら私は一緒にショッピングを楽しみたいな。お洋服を買ったりしてカフェで甘いものを食べたりしてね。子供が生まれた時のことを考えるとワクワクが止まらないな。私たちの子だもの、しっかりと育てようね。ああ、まずはいいベビーベッドを買わないとな。夫は子育てにとても協力的な姿勢を見せてくれて私は嬉しかった。彼となら幸せで温かい家庭を築くことができるだろう。きっといい父親になってくれるはずだ。そう思いながら私は穏やかで平和な日常を送っていた。だがそんな中、ある日まさかの出来事が起きた。それは平日の日中のこと。いきなり夫が慌てた様子で家に帰ってきた。どうしたの？夫は靴を脱ぎ捨てて自分の部屋に駆け込んだ。何かただ事ではないことが起きた様子だ。ねえ、どうしたのって、仕事じゃなかったの？夫はスーツ姿で明らかに仕事を抜け出して帰ってきているようだった。喪服ってどこだっけ？え？喪服？私は喪服と聞いて誰かが亡くなったことを悟った。そして夫がこんなにも慌てているということは、義両親のどちらかが亡くなってしまったのではないだろうか。一気に鼓動が速くなるのを感じる。義両親はものすごく優しい人たちで、私もたくさんよくしてもらった。義実家に行くたびにいつも優しく笑顔で話しかけてくれた義両親。そのどちらかが亡くなったなんて思いたくない。私は緊張しながら夫の次の言葉を待った。いや、
父さんたちじゃない。そうなんだ。私はほっとした。一気に力が抜けていくのを感じた。それじゃあ誰が亡くなったの？同僚が事故に遭って亡くなったそうなんだ。そうなの？同僚と聞いて私はまたドキッとした。もしかしたら過去にプロジェクトで一緒に働いたことがある人かもしれない。私も知ってる人？いや知らないと思う。そうなんだ。でも結婚式には来てたんじゃないの？来てたよ。ちょっと俺急いで出ないといけないから。葬儀が行われるからすぐに行ってくる。結婚式にも来てた人なら私も行った方がいいんじゃないの？いや大丈夫だよ。みゆきは妊婦だし、自分の体のことを大事にして。わかった。喪服はこっちのタンスに入ってるわ。本当だ。それじゃあすぐに行くから。そう言って夫はカバンに喪服を入れると速攻で家を出て行った。夫の慌てようは尋常じゃなかった。とりあえず義両親や身内じゃなくてよかったが、どこか違和感を感じる。なんだか怪しいと思った私は夫の後を追うことに。そこで私は驚きの事実を知ることになる。私はまずスマホを出してとあるアプリを開いた。それは位置情報を知らせてくれるアプリだ。以前夫がスマホを飲食店で置きっぱなしにしたことがあり、それ以来私はすぐに探し出せるように位置情報のアプリを夫のスマホに入れておいたのだ。まあこれは内緒だが、やっぱり一度浮気をされているから心配で入れたのもある。夫のことは信用していたが、一度浮気をした人はまたするとよく聞いていたから、自分を安心させるためにも入れておいたのだ。夫はどうやら車で移動しているようで、ものすごい速さで位置情報が動いていった。私は身支度をしながら位置情報の動きを確認した。ひたすら車は進み続けている。一体どこまで向かっているのだろうか。私はとりあえず両親に電話をして相談をすることに。両親はすぐに来てくれて、一緒に夫の動きを確認してくれた。そして2時間ほどが経った頃、夫の動きが止まった。そこは他県の市街地だった。どういうことだろうか。同僚が亡くなったというのに都内ではなく、なぜ他県に。そして位置情報アプリの位置は誰かの家のようだった。夫がその地域に住んでいる友人がいるとは思わない。なんだろう、すごく嫌な予感がする。私はすぐにでも家を出て追いかけようと思ったが、両親からもう少し様子を見た方がいいと言われた。葬儀を行うのならきっと翌日だろう。だから翌日に夫がいる葬儀場に向かうのが一番いい。私はとてもやきもきしていたが、実家に両親と帰って母の料理を食べながらゆっくり過ごせたことで少し落ち着けた。そして翌朝早めに起きて両親と位置情報を確認した。すると夫に動きがあった。どうやら葬儀場に向かっているようだ。よし、車に乗って早速向かおう。父がそう言い、私たちは車で夫のいる方向に向かった。夫は市街地にあった家から数十分ほどある葬儀場にいるようだ。そして私たちも2時間ほどかけて葬儀場にたどり着いた。どうやらもう葬儀は始まっているらしい。私たちは喪服を着ていたので受付の人に案内してもらえて中に入れた。そこで私たちは驚きの光景を目の当たりにした。なんと夫が喪主を務めていたのだ。そして遺影を見ると、そこには女性の顔写真があった。この方が同僚なのか、私には訳が分からなかった。だがちょうど夫がみんなの前に立って話し始めた。皆さん、本日はリサのためにお集まりいただきありがとうございます。私が彼女と出会ったのは2年前のことでした。私たちはすぐにお互いに惹かれ合い、そして交際が始まりました。は？交際が始まった？それから順調に交際を続けていき、私たちは今度結婚をする予定でした。そんな中、こんなことになってしまい、本当に残念で悲しくて仕方ありません。結婚だと？私はショックで倒れそうになった。夫は私の知らないところで不倫をしていて、そしてその相手と結婚の約束までしていたのだ。みゆき、しっかりしなさい。お母さん。母が私の肩に手を当てる。お前が行かないのなら私が行くぞ。私はもう我慢できない。あの男をぶん殴ってやりたい。お父さん、それはダメ。私が行くから。私は気を取り直して深呼吸をした。そしてみんなの前に立つ夫の元へ向かった。夫は私の姿を見かけると顔を青ざめた。なんでみゆきが。私は怒りの表情で夫に詰め寄った。
一体これはどういうこと？葬儀場の人たちが何事かとざわつき始める。ちょっとあなた何者ですか？姉の葬儀の邪魔をしないでください。そう言って私を止めに入った女性、どうやらこの亡くなった人の妹さんのようだ。私はこの場を逃したら夫を問い詰めるチャンスはないと思った。私はこの男性の妻です。私がそう言うと場が凍りついた。え？妻？光一さん本当ですか？いや知らない、こんな女性知らないよ。夫はそう言ってごまかそうとした。だが私も引くわけにはいかなかった。私は本当に妻です。免許証も見せますよ。彼の名字と同じですから。なんなら戸籍だって見せてもいいですよ。私がそこまで言うと亡くなった方の妹さんと葬儀場の人たちは私を信じ始めたようだ。光一さん、姉を騙してたんですか？姉にはバツイチだって言ってましたよね。待ってくれ、これには訳が。たしろぐ夫。一体どういうわけなんですか？姉を騙してたんですね。そんな人に喪主を頼んだのが間違いでした。たった一人の家族である姉を騙してたなんて許せない。何が婚約者として責任を持って喪主を務めるよ。姉の死を侮辱することはしないで、さっさとここから出て行ってちょうだい。彼女にそう言われて夫は顔面蒼白状態で葬儀場を追い出された。私と両親は一緒に夫と葬儀場の外に出た。お父さんたちもいらしたんですか？光一君、君にお父さんなんて呼ばれたくない。私にぶん殴られたくなかったらもう私に話しかけないでくれ。すいません。夫がそう言うと父がギロッと夫をにらみつける。夫は顔を引きずらせていた。そして私は夫にいろいろと問い詰めた。あなた不倫してたのね。ちゃんと説明してくれるかしら。夫は私たちににらまれビビったのか正直に全て話した。夫と不倫相手は夫が出張した際に出会ったらしい。出張先で一緒に働いている人に誘われてキャバクラに行った時にリサさんという女性と出会ったそうだ。そこでリサさんに一目惚れをして夫はお店に通うようになったんだとか。リサさんは両親を交通事故で亡くしており、それからキャバクラで働きながら妹さんを大学にまで通わせたらしい。妹さんは現在大学4年生で就活をしている最中だったそうだ。夫はよく2人が暮らす家を訪ねていたそうで、就活のアドバイスをしたりと妹さんとも仲が良かったらしい。本当に最低ね。私との結婚生活を続けながら別のところで新しく家庭を作ろうとしていたようなもんじゃない。バツイチだって嘘をつけば私が現れても元嫁だって言えるものね。それはやっぱりあんたは浮気する癖は治ってなかったのね。でももうどうでもいいわ。慰謝料を支払ってもらった上で別れるから。そんな、俺が悪かったから許してくれ。もう二度と過ちは犯さないから。ふざけないで。二度と信用しないから。あんたのことは私が社会的に消してやるから覚悟しておいてね。それで地獄を見て反省すればいいわ。みゆき。私はその場で膝から崩れ落ちた夫を横目に両親と一緒にその場から去った。その後夫に離婚を要求し慰謝料を請求。今回の最低なことは全て夫の職場の人や義両親にも報告をした。もちろん夫は一気に信用を失い、研究の末に地方の肉体労働の部署に飛ばされたそうだ。そして義両親からも感動されたらしい。現在は慰謝料を支払いながら誰も知り合いのいない土地で寂しく貧しい生活を送っているようだ。一方私は無事に出産を終えた。生まれてきた子には何にも罪はない。そして我が子は本当に可愛くて私は愛情しか出てこなかった。この子は私が大切に育てる。夫のような人間には絶対にしない。そう心に決め、実家に戻って両親の協力を得ながらシングルマザーとして一生懸命仕事と子育てを頑張っている。これから私は我が子のために全てを捧げながら子供の成長をずっとそばで見守っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。